まあ平家の墓ぐらいですよね、そんな露骨にダメージ受けたのは。そうあれはもう浄化できるでいいじゃん。そこになんていうの、またお呼ばれしてるっていうさ、そのなんか声が聞こえた。そう、呼ばれたから行くみたいなさ、なんか。そう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 、あれはね、声が聞こえた。大丈夫なの？分からん。また一度お会いできますかっていう。誰？ね、三代目。ああ、はいはいはい。誰？誰？あの、お墓の六代っていう人いたじゃないですか。そう。あれの父親で、ああ三代目に当たるもので、三代目に当たるものです。一度お会いしませんか、また来られませんかっていう。三代誰？六代じゃねえのと思ったもん。ああ、なんかあったら闇が深そうではあるな。覚えてるのは、その、要は平家がだんだんその衰退していって、うん、衰退して一番その三代が一番苦労したって自分が言ってる。うん、あの源氏にやられてそのどんどん衰退していく時の時代の当主をやってる人。一番苦労してるんだ。聞いたことないもんね、三代目の話は。うん、これは言ってないと思う、多分。一番苦労した人間、一番、うん、大変な時期の人だもん。大変、俺は自分で苦労しているっていう、一番大変な時期のものだって自分で言ってたから、うん、あの、なんていうか、どんどん赤字でやばくなってってっていう、なんかその目に見えて衰退が見えるような。だってか、この歴史のほじくり方も合ってるわけだ。そうですね。ちょっと鳥肌立った。いや、俺戦国の方がよっぽどすげえなって思ってたのに。誰がなんて誰だろう、三代目なんか誰だよ、俺は分かんねえよっつって、うん、だけどそれ以上のものは答えなかったから。でもすごいな、言ってくるのかな。え、すごい、これってすっごい発言なの。俺、牛若丸とか弁慶って聞いたことないです。弁慶の泣きどころみたいな。おう、弁慶の泣きどころはいつも売っとる俺。おう、あれが大体、これを何、動画で言えばよかったよ、なんちゃあそこ行って。そうですね、それと言えてたらやばいですね。あ、そうなの。だって、あの戦国が大体400年前って言うじゃないですか。うん、戦国よりだいぶ昔っすよ、だって。そう、戦、何年とあれ、うん、やっぱり平安時代中期ってあるから。平安まで俺何遡ったの。そうですね。取り憑かれとるな俺。何かしらあるんですかね。わからん。その三代目が私は一番一族の中で一番苦労をしていき、うん、あ、だよね、やっぱりその、そう、私は間違いじゃなかったのであろうかとか。おお、深い、単純に人生相談や。間違いではなかったけど、生きててよかったから今の今があるんじゃないのかななんて思ったんですけど、今ちょっと年号を調べたら、あれ、あの泣くようぐいす平安京っていう年表の覚え方の794年に、うん、その平安京がある時代が本当に794年、今から1200年くらい前からコンタクトしてる。400年突破じゃな。3倍突破しております。3倍突破じゃな、俺やばい、取り憑かれとるわ、やっぱそれ。すごい、すごいな、そういった考えると、じゃあとんでもねえやつ喋っとったんだ俺。そうですね、っていうか1200年前の人が未だになんていうの、悩んで成仏できてないってことですからね、その言い回しだと。成仏してないみたいだな。成仏してないってよりは、怨念だけが残ってるからな、あそこの家の坂の中に。いやー、すげえな。何か変化をしてるな。最近、関ヶ原からちょっとおかしいかもしれない。
時代を遡れるのが楽になったんですよ。ああ、うん。だからな、今回それがあって、体内感度があるのかなとか思って。なんて声かけるのが正解なんだろうな、生きてて。わかんない。わかんない。どうやってどうしていいか分からん。俺も分からん。死者の声はもう変な話、死者の声ってどこ行っても聞こえるわけよ。俺は普通にしてるけど、心霊スポット行くと聞こえとるわけよ。うんうんうん。それはもう当然当たり前のことだとは思っとるんやけど、今回はきちんと来たっていうのがびっくりしたな。なんか姿も見えたって感じやったでな、俺。あなたの絵がうまかったらな、なんか言ってもらうのにな、本当になんか。あのね、そのとこの時はもう、やつれ切ってるって感じ。うん。熊ができて、でも、ふとしたら、今で言うと、凛々しいおじさん、おじさん、おじいちゃん、おじさん。ああ。まだ若いな、でも若いって言っても、まあ、若いって言っても40は最低でも言ってるぞ。うん、いや、最低、うん、50は生きてないはずやから。うん。50半ばまでは生きてないが、50の中、前半にあったりのとこで息が絶えてるんだわ。うん。この間のとこですごい一番大変な時期のやつれた時の顔だな、あれ多分。やつれたもう本当にもうやべえぞこいつっていうような、うん、の人が現れてそう言っただけど近いうちに行こうかなと思ったらあそこはなと思いながらな、あの単純に、まあ、遠いし物理的にあと坂道がね坂道がだからもうちょっとあったかくなったら今は雪が降ってないって言われたけど、それはね、雪が降ってないは多分なんていうの、普通のとこなんだよな、山の中まで確証も出ないから。そしたら、漫画たちは今の言葉は合ってるんだね。合ってますね。その、やつれてるっていうのも、あの、多分誰でもなんていうの、本人の記録読んだら、これはやつれるわって思うもん。じゃあ、俺の心霊能力が落ちてないね。むしろ上がってないのに、上がってくね。上がってるわ、このよ、なんていうの、1年ごとに4年かかるんでね。1年ごとにレベルアップしてるなって思ってますよ、マジで。なんか、昔そんなことできたっけが多いから、本当に。だって、前まではさ、関ヶ原のどうのこうのは関ヶ原行ってそうやね。うん。今回違う、来てくれたからな。もう、私は態度なんだよ。わかるわけねえから俺。関ヶ原もそうなのよ。あれ関ヶ原をもう頭の中で追っていくやん。最近それも追ってっとるんやけどさ、そしたらふと犬山城が出てきた。その犬山城のためにあの徳川家康が出てきた。はい、あの辺り、要は関ヶ原で。徳川家康が関ヶ原のじゃなくて、犬山の城を取らなければ関ヶ原の戦いはないんじゃなかったんじゃないかな。って思って一回聞いてみた。まああの場所はずれるかも。あの合戦自体は絶対に起こり得るけど。なんか設定すげえ遡れるようになってたのが自分の頭から。やべえ。なんていうかいろんな意味でやべえ。やべえやべえ。取り付けた場所お払いだわこれ俺。うん、まあその実際にそこの3体目があんなにすごいキモいお化けみたいな姿が初めてひどいぞあのやつれ方は。いや脱毛症じゃねえもんな、もうハゲだもんな。いや絶対ハゲると思う。あのストレスで胃痛ばっかだと思う。いやもううんそうだな。
これびっくりした、おまけ以上にお化けって感じの、じゃあまんざらその人は嘘がついてないわけなんだ、じゃあ俺が本当に喋った人はその平家が平の三代目なんだなっていうことですね。もう俺の口から三代目なんか悪いもんね。そうですね、あの六代ってあのお墓でね名前があった人ならともかく、それのパパ来るかって思ったら、俺今すげえ予想外だったもん。その3代が一番苦労したっていうのは、うん、そうなんだ。うん、そうですね。やっと、なんか、なんだ、まあまあ、なんとなくやけど、意味は分かった、俺。はい、はい、よかったです、そこは。はい。